そろそろ来月の定期演奏会の練習しようかな。これはもうできるから、これの2段目のここね。まだ今の季節ちょっと寒いしね。そうだね。風邪ひいちゃう。お花見終わるまではちょっとまだ寒いよね。ね、うん、何かいい手はないかな。ゆうごまん、いいものがあります。何？サイレントブラスを使えばいいよ。サイレントブラス？そう、サイレントブラス。何それ？ヤマハの作った練習マシンさ。ヤマハの作った練習マシン。そう。早速、ご覧に入れましょう。うん、はい、なんかちょっと商売人っぽくなってるけど何この UFO みたいなやつ。あ、なんか宇宙から指令が来るよ、ね、なんか宇宙の声が聞こえるでしょ、うんうんうん、なわけないやろ、ね、違います、はい、これをですね、UFO ニウムに装着します。ピッ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 、あ、ごめんね、はい、あ、すごいぴったりだ。よいしょ、うん、そりゃそうだ、ユーフォニウム用だもん。うん、うん、これで何かなるの。まあ、吹いてみてよ。え、これを上下させて、ツボを変えます。どこがいいかな、どこがいいかな。あ、ちょうどいい。うん、すごいね、これ。すごい小さく吹いてる？うん、大きく吹いてる。へぇ。ちょっとちょっと、おとなりさん、まだ吹いてるの？しまった。じゃあこれ吹いて。隣のおばさん、何も言ってこないよ。本当だね。ねえ、すごいね。これ確かに、うん、音はちっちゃくなって、隣のおばさん文句言ってこないけど、うん、自分の音が自分で聞こえない。ああ、いいものあるんですよ。ちょっと待っててね。何何？このサイレントプラスには付属のパーソナルスタジオってやつです。知ってる。知ってる。知ってる。ありがとう。はい、これがパーソナルスタジオですね。はい、スタジオっていうよりにはすごいちっちゃいですけども。ちっちゃいですね。はい、ここにあるのが、これ P
ピンジャックですね。はい、ピンジャック、これを、おここ実はここの上にですね、刺すところがあるんです。お、あ、刺さった。はい。そしてこれはいわゆる、あ、これはいわゆる地球のイヤホンってやつですね。イヤホンですね。イヤホンを、うん、耳に入れるんですけど、イヤホンは耳の穴ないよ。耳の穴ね。ないね。ここの、うん、はい、ここのもう一個下にあるんだ。はい。はい、あ、雑でごめんね。はい、はいはいはい、これでですね、このスイッチを入れて、スイッチオン、オン、はい、これで吹いてみてください。すごい、まるでホールにいるみたいでしょ、うん、このね、残響もね、少し変えられたりするんですけど、あら、すごいね。要するに僕らってこう管楽器って、ね、あのアコースティック、うん、その空間を鳴らしてなんぼじゃないですか、うん、その空間の感じをイメージできますね。そうなんですよ。それが普通のプラクティスミュートと違うところ。うーん、はい、やったー、ユーフォニウムにだけこれあるんですね。やったー。いやいやところがね、ところがピッチョン違うんですよ、チューバにも、あらまあ、あるんですね。ます、はい、ところがキッチョンって言いました、はい、こちらがですね、サイレントプラス中馬用、はい、SB1X、うんうん、こちらがユーフォニウム、ユーフォニウム用 SB2X、うんうん、こちらですね、こちらもですね、右書きローブラスセンターにあるんですか。あります、売るほど置いてます。あら、はい、これ1個じゃあ買いに行こう。はい、はい、ね、ぜひこれもですね、UFO のチューバの練習に、うん、サイレントブラスどうぞよろしくお願いいたします。